完売必至、平野紫耀が愛用する特別なファッションアイテムに隠された衝撃の真実。平野紫耀が着用したブランドの正体とは音楽番組の舞台裏に入ってみましょう。ミズミュージック。そこには、華やかな笑顔が印象的な人物がいます。彼の名前は、平野紫耀さんです。昨日、彼が着ていた服に注目してみると、 なんと2023年8月27日のインスタグラムで彼がダンスや撮影の際に着ていたものと同じだと気づきました。これは偶然でしょうかそれとも何か絵とがあったのでしょうか彼の着ている服に注目してみると、LIBERE というブランドのセットアップでした。リベーレロゴが入ったチャコールカラーの長袖スウェットシャツと、それに合わせたスウェットパンツです。このセットアップは L サイズで、 希少価値が高く、公式サイトですぐに完売してしまいました。他のフリマサイトでも限定販売中のようです。価格はスウェットシャツが2万1000円、スウェットパンツが1万8700円となっています。その服は LIBERE ブランドのスウェットシャツで、その日の彼の私服として活躍していた。この瞬間、彼の選択したファッションが完売品であることに納得した。偶然か、それとも意図的かはわからないが、 彼の選択は多くの人々に影響を与えた。LIBERE は日本の主要都市を巡回するポップアップツアー、エブリーデイリブなどユースカルチャーを代表するブランドとして注目を集めている。特にパリコレアオフ、ホワイトのモデルを務めるデザイナーの DANROGERS を迎えたコレクションは業界内で高い評価を得ている。LIBERE のスウェットシャツはリップシルエットのデザインが特徴であり、 その魅力は著名人の間でも広まっている。さらに、リキーズやナルトとのコラボレーションも話題となっている。しかし、LIBERE の商品が彼のような有名人によって着用されることで、その人気はさらに高まっている。彼が着ていたスウェットシャツはすぐに完売し、再入荷を待つファンたちが続出した。このセットアップは、平野様さんの他のファッションともよくマッチしています。彼は常にスタイリッシュで、 トレンドを抑えたファッションセンスを持っています。LIBERE というブランドは、日本の若手デザイナーや世界的なモデルが手掛ける注目のブランドの一つです。ウィップシルエットのニットアイテムやスウェット、トレーナー、セットアップ展開のアイテムやスプリングコートなど、幅広いラインナップを持っています。また、他の有名なブランドとのコラボレーションも話題となっています。番組の控室の場面では、 平野紫耀さんがこのセットアップに身を包んでいる姿が映し出されています。彼はリラックスした雰囲気で次の放送を楽しみにしているようでした。視聴者からのコメントにも紫輝くん、このスウェットだった、お気に入りかなという声が寄せられています。彼のファッションセンスには多くのファンが注目しています。この番組では音楽だけでなくファッションにも注目が集まっています。平野紫耀さんの着用する服には いつも注目が集まります。彼のファッションセンスは、彼の個性や魅力をより際立たせています。彼のファッションが放送されるたびに、多くの人々がその魅力に惹かれていきます。音楽番組の舞台裏には、様々な人々がいます。しかし、その中でも特に平野紫陽さんのファッションに注目が集まっています。彼の着用する服は、ファッション業界やファンの間で常に話題となっています。彼のファッションセンスは、 彼の個性や魅力をより一層引き立てるものとなっています。このように音楽番組の舞台裏には様々な要素が詰まっています。音楽だけでなくファッションもその一部です。そして平野紫用さんのような人気アーティストのファッションには常に注目が集まっています。彼のファッションは彼の個性や魅力をより深く理解する手がかりとなっています。 最後に、あなたは音楽番組を見ながら、平野志陽さんのファッションに注目してみてください。彼の着用する服には、彼自身の魅力が詰まっています。そして、彼のファッションは常に新しいトレンドを作り出しています。彼のファッションセンスは、多くの人々に影響を与えています。あなたも、彼のファッションからインスピレーションを受けてみてはいかがでしょうか